西木鯉の長谷川真嗣です。高橋の大石です。お願いします。はい、ということでね、さて、はい、先生、あの僕ね、あの、うん、深夜に飲食店でちょっとアルバイトをしてるんですけれども、うん、あ、まだ続けてる。そうなんですよ、はい、やってるんですけど、うん、そのこの間あったそのお客さんからいただいたちょっとまあクレームというか、その、うん、指摘なんですけれども、サラダがあるんですけど、はいはいはい、キャベツがあって、うんうんうん、その上にコーンがまあ、はい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 、持ってるっていうキャベツ、あのサラダをお客さんに提供したんですよ、うん、じゃお客さんがそのサラダをまあちゃんと召し上がって全部平らげて、うん、食べ終わってからちょっとって呼ばれて、うん、いつもよりそのキャベツの上に乗ってるコーンが少なかったと。はいはい、ね、食べ終わってからですよ。それでその足りなかったからちょっとちょうだいって言って言われたもんだから、うん、あ、そうですかって言ってコーンを4粒ほどそれを渡して4粒お客さんが食べたっていうのがあったんですよ。今さ、いろんなとこ突っ込みたいとこがいっぱいあるんだけど、はい、まず対応するんだね、そういう時って。いや、だから少ないって言われたらちゃんと対応するんだ、ね、本来なら、うんうん、その言われた、あのその食べる前に、うん、例えばなんか少ないだとか見た目おかしいよとかだったら対応できますけど、はい、食べ終わってからその足りないだとかなんとかって言われても、うん、いやいや困るよ、それ分からないよって話だから普通はそのいやいや ダメですってなるんですけど、まあ、たまたまそのお客さんが、まあ、常連の方でもう別に悪気があってとかじゃないっていうのは分かってるんですよ。なるほどなるほど。本当に素直にそういうふうだったと、うん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 、で対応したっていう話なんですけど、そこがまあ1点目でね、ええ、であとその対応が、はい、4粒、はい、でその4粒で納得したわけ、相手は納得したんですよ。4粒が欲しかったんだ。そうですね、やっぱいいじゃねえかと思うんですけども、まあ、あの俺もコーンは好きなんでいやいや、やっぱちょっとその4粒って言われの差はでかいかもしれない。いや、だからね、先生、その食べ物やとか、なんかそのクレームじゃないですけど、そのやっぱりその、こう言ったこととかあるんですか、店員に。あーっとね、俺ね、ほら、気が弱いじゃん。で、あんまりね、いやいや、クレームつけられないタイプで、さすがにあんまりひどいもの入ってたりしたらば、取り替えてぐらいは言うけれども、でそれでなんだかんだとその文句つけるようなことって、ちょっとね、できないんです、実は。僕はね、その飲食店に働いてる、長いこと働いてるからだと思うんですけど、僕がお客さんとして他の飲食店行った時に、うん、もうなんかやっぱちょっとなんか言えないんですよね。テーブルひっくり返すとか。いやいや、しないですよ。普段の溜まってるのがあるんですね。だって僕一回お味噌汁出てきて、はい、具が入ってなかったことがあるんですよ。もう完全にそれが具入ってるものだって僕分かってるんですけど、具が全く入ってなかった。でもまあいいやと思ってそれ飲みましたからね、言わずに。で、何も言わないで出たの。そうです。だから、まあ、それぐらいは、まあ、全然言ってもよかったんですけど、入ってないですよって、うん、でもさっきのお客さんみたいに全部飲み干してから具だけくれるんですよ。ダメな。いや、それはもう分からないですからね、それ言われても。まあ、でも食べ終わってからっていうのがちょっとね。そうなんですよ、ね、食べる前に言わなきゃもう分かんないですからね。床屋でさ、はい、こう切り終わって、大体向こうがこうやっカップし終わって、うんうん、どうですかってこうやって見せられた時に、はいはいはい、大体いいんだけど、ここもう3センチ長くしてっていうのはダメ。ダメですよ。長くはできないでしょ。短くなら分かりますけど。それはダメ。床屋さんでよくそのどうですかみたいなのを やられるじゃないですか。そう、あれどうって言われても、でも本当にさ、ここまでやられたら何と言えばいいんだよみたいなのあるじゃない。僕の中はそれで、ああいいですっていう、もうちょっとこうって言うともないんですけどね。言いようがないよね。まあね、まあそっかそっか、まあ苦労してるんですね。苦労というか、まあちょっと面白い話だなと思って。占い師でもね、はい、たまにやっぱりなんかこの間の鑑定がとかって言ってくる人っているんですよ。ああ、お客さんで、うん、でね、そのでも鑑定に対するクレームってね、うん、わけわかんないのが、うん、俺がなんか言ったと、うん、でそれに対して帰ってから、うん、プロじゃないけど占いに詳しい友人が私にはいて、うん、その人に聞いたらあなたと違うことを言われたって言われてますね。へ、うん、だったらそいつに見てもらえばいいんじゃないかって。お前はこっちはプロだよって。そういうね、どっちを信じてんだった結構、占い業界にはその 占いに詳しい素人の知人というのがよく話に出てきます。へえ、面白い。なるほどね。それ言われてもっていう。
そう、なるほどなるほど、うん、まあまあね、わかりました、あまりそのね、あまりくれも言わないね、はい、生活社会になるかもしれない。なんだそのまとめは。とりあえず講義はちょっと置いといて、うん、はい、どういうこと、はい、ということでね、ありがとうございました、また明日も見てください。